ヨハン・ジギスムント・クッサーはアイルランドで活動したドイツの作曲家。プレースブルクでプロテスタント教会のカントルの息子として生まれた。1674年に一家はシュトゥットガルトに移住した。その2年後からパリとベルサイユで6年間過ごした。その間、ジャンバティスト・リュリに出会い、フランス様式の音楽を学んだ。その後、 バーデン・バーデンとアンス・バッハの宮廷楽団で働いた。1690年からブラウン・シュバイクの歌劇場の学長を務めた。ブラウン・シュバイクではイタリア様式の八つのオペラを作曲した。1694年、台本作家との意見の相違からハンブルクの歌劇場へ移った。しかし1695年末にはハンブルクを離れ、 ニュルンベルクとアウクスブルクで活動した。1699年よりビュルテンベルク校、エーバーハルトルートビヒに仕え、翌年に宮廷学長に就任した。1704年にはロンドンに渡り民間の音楽教師として活動した。1707年からダブリンに移り住み、1711年からトリニティカレッジの学長となった。現在では、 彼の作品は演奏される機会が少ないが、ラインハルト・カイザー、ヨハン・マッテゾン、ゲオルク・フィリップ・テレマン、クリストフ・グラウプナー、ゲオルク・フリードリヒ・ヒヘンベルラの地の世代に影響を与えた。ありがとうございます。